グーファンタジーラジオ。はいどうも、まのっちです。よろしくお願いします。はい、今回ね、ちょっと俺の世代しかわからないようなことをちょっと話したいなと思います。俺が29なんで、29前後の男性、男性ね。多分女性はちょっとわからないんじゃないかなということなんですけど、まず画像をご覧ください。こちらです。はい。ドラゴンボール界の、シャンプーです。まあね、いろいろ出るよね。こういうアニメのシャンプーってのは。まあそれはいいんですよ。でね、ちょっとこの画像じゃ見にくいかもしれないんですけど、下の方にある匂いのところ見てほしいんですけど、グリーンアップルの香りってなってんだよね。別になんてことないだろ。グリーンアップル、あ、いい香りなんじゃないかと思うだろうけどね、ここね、俺世代の男は絶対引っかかる部分だから。絶対引っかかるから。歯と、グリーンアップルと、バカかと、違うだろうと。ドラゴンボールシャンプーの香りでグリーンアップルだと。バカじゃないかと、違うぞと。ドラゴンボールシャンプーの香りは、勇気の香りって決まりがあるんですよ。これはね、これは俺の世代みんな分かってくれる。みんな共感してくれると思うよ。ドラゴンボールのシャンプーは勇気の香りっていう決まりがあるの。っていう話でした。終わり。またな。